グローバルワンのザ・エクシェンジみたいのができるときにそもそも日本の企業がそこに入れないとかそれなりにちゃんといるっていうふうにならないとちょっと悲しすぎるその日のためにそういう日本の資本市場を強くして企業を活性化するというのをまずやらないといけないだからお金とか投資家はグローバルなんですよもともと。 投資家が我慢する取引所という観点で作ればできる。本来、個人は資本市場の主権者なんですよ。主権者たる個人。に、なんか主権が今ない感じで、最終株主である個人に資本市場の主権をこう戻していくで、それをちゃんと進めていかないといけないと思ってます。そんな感じです。